って、そのオペラを見るという、まあ、気持ちにですね、感触を持っていくというそんな意味合いもあったわけです。でこのモーツァルトの、オペラなんですけれども、マトキの序曲なんですが、これはまあとてもそのコミカルな音楽になっていくんですが、そのコミカルな音楽はコミカルな音楽のままでいいはずなのにですね、ここで今日最初にやったフォーガスの技法をですね、楽しい音楽の中に使ってるんですね。まあ、こんなメロディーが流れます。これがまあ先ほど言った指標ですね。ちょっと応答が出るって高さの違うものが出ますって言いましたけど、それがこれです。というこの楽しい音楽がなんとフーガになっているっていう驚きを、モーツァルトはですね、このオペラの序曲の中で使ってるんですね。何度も言いますけど、オペラの序曲ですから別にフーガなんていう高等なんですね、作曲技術を使う必要はないんですよ、ね、しかも聴いてる人はそれがフーガだってもしかしたら気づかないかもしれない。なのに、まあ、モーツァルトはそうすることによってですね、後の作曲家だったり、これを演奏する演奏家だったりに驚きを与えたという誠に憎いですね、そんな序曲になっております。ではモーツァルト歌劇マテキから序曲ベルリンフィルハーモニー管弦楽団指揮はカール・ベームでお聴きください。